ーのキャプテンズです。今日はね、何をするかと申しますと、ここにございますのはみんな大好きレモンサワーです。イエーイ。レモンサワー好きか大好きということでね、今日はねキキレモンサワーをやっていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。待ってました。秋特企画ですね。ありがとうございます。ランダムに入れたレモンサワーをどれの商品か当てていくっていうので、当てた数が一番多かったらおめでとうっていう話ですね。はい、おめでとうっていうのをやりたいと思います。皆さん自信はありますか？頑張ります。やっぱレモンサワー好きとしてはやっぱ負けられない戦いがここにあります。ということでね、まずは試飲していきます。試飲という名のただ飲みたいです。飲酒スタート。イエイ。はい、まずキリンさんの本搾りレモンいただきます。乾杯。いただきます。うん、結構、うん、レモンって感じだね。あ、続いて、はい、アサヒさんの居酒屋で超人気レモンサワーです。うん、全然違う。うん、しかもこれ葉っぱだからさ、ちょっと強い。あ、サントリーさんのこだわり酒場のレモンサワー。あー、全然違う。あー、違うね。うわ、もう、ね、あ、やべえ、忘れてきた。俺は難しいよ、これ。コカ・コーラからの初のね、お酒でしたよね。うん、レモン丼、うん。これはね、キーちゃんの飲んでるイメージだわ。これ当たんないとやばい。うん。あー、で、ジュース。じゃあ、最後。はい。キリンさんの氷結無糖レモン。氷結がね、めちゃめちゃ ね有名だけども、こちらはあのアッキーさんがよく飲んでるみたいな。最近のブームで。うん、お、全然、あ、良い飲みやすいって、うん、無糖だからすぐ分かります。そうだね。そう、うん、じゃあこの5種類でね、キキレモンサワー対決やっていきたいと思います。はい、ではレディーファイト。おキャプテンズ、まずキーちゃんからやっていってもらいたいと思います。こちらからいきたいと思います。お、順番通り。レモンですね。いただきます。後味さっぱりって感じだったので。で、飲み直しはダメだよね。あ、ダメなの？一回しか飲めない。なしにしようか。飲み直しはなしじゃない。なし。うん。でも、あの、並び替えは OK。あ、で、迷ってて、みたいな。これ全部飲まなくていいの？今全部飲む。全部飲まなくていいの？厳しい。厳しい。でも、この辺好きなやつっぽいんだよな、色。いただきます。5番。まとまって、わかんない。わかんないよ。マジ前半の一振りだわ。そうだね、もう色覚えちゃったね。確かに。ごめんなさい、ごめんなさい。これにします。とりあえず、うん、これわかんない。レモン、全部レモン。全部レモン。4番いきます。確かにもう覚えてないもんじゃね。普通に自信ない。え、わかんない。え、わかんないけど、これかな。え、わかんない。とりあえず置いてきます。いい感じで順調だよ。本当に迷わない感じ。そうだね、ラスト。あ、でも後味がでもこれっぽい。おお、こいつだけね、アルコールが強いから酒って感じ。うん、
これでいいかな、もうわかんない。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。オッケー。まずね。1番。キリンの氷結無糖レモン。こちら。正解でーす。イエーイ。次は、じゃあ5番。5番。本絞りですか？本絞りです。こちらは正解です。2連勝。次は4番。4番。そうですね。自信ありですもんね。こちらレモンド。正解です。2番。この割り方のことでこちら。残念です。今も3番が反対です。惜しいでしょ。めちゃめちゃ惜しい。5分の3正解。でもすごい。一番好きで。全然違うとかじゃないですか。よかった。次。はい。おキャプテンズ。いきましょう。ウェイ。ちーちゃん。2番目。やります。好きな数字が2番なんで。2番からいきます。でもね、こうやって色がね、分かってるんで。せーの、いきます。甘くない、そんなに。うーん、甘くないので A B C これですね。あー4番でいきます。はい、え？これ分からん。本当に分からん。え、どうしよう、本当に分からん。演技じゃなかったですね。本気でした。これ飲み直しなしなんですか？あなたが言いました。あなたが言いました。ないと思うんだよ、無糖では。え、違う？甘かった。だって無糖だって飲まないからさ、知らないんだが。いや、これ多分ね、これやろ。こだわり酒場のレモンソーダ。1番いきます。いらっしゃい。え、本当に分からん。待って無糖、え、待って、これ人工甘味料使ってる？確かに。じゃあ無糖じゃないと信じて、こっちで。はい。これはもう色的にこれ。いつもの味です。美味しい。美味しいね。え、これ無糖じゃない、無糖じゃなかったらどうしよう。あ、無糖だ。これは甘くないと思うので、はい、無糖に。ファイナルアンサー。はい、テレフォン。はい、いきます。ちーちゃんの答え合わせ。はい、5番からいきましょう。これ自信満々。はい、みんなこちらは正解です。イエーイ。はい、自信満々。無糖。こちらは正解です。やったー。映ってないよ、たぶん。イエーイ、はい、やっぱ甘くなかったな。はい、2番、本絞り。え、これ合ってるでしょ。正解です。はい。じゃあ4番からいきます。わお。こちら、こだわり酒場。はい、大丈夫ですか。はい、変えます。もう変えられないですよ。変えられませんね。そっか。外れです。あ、ってことはここ逆です。はい、そうだね。そうだね。一緒だね。やっぱそこ難しいわ、これ。わー、悔しい。じゃあちょっとキイちゃんと同じ3問正解という3問正解。これ難しい。うん、なんでちょっとアッキーにね、かけたいと思います。次。おキャプテンズ。はい、ラストを飾るわ。アッキーコさんで。いや、もうこれはもう頭消えて。
しまってもう一回やろう。なんかそう映んなかったなんかです。え、雑魚とかあ、そこだやばい、バレるバレる、雑魚高い。はい、いや、じゃあね、ラストを飾るのはアッキーということで、はい、お願いします。レモンサワーといえばアッキーですね。もうこれはさっきしかかったん、これはもうあとやっぱ2人のよよっどすこいそうよいろいろあるいろいろやっぱ2人の無念を晴らしたいと思います。はい、3位からいきます。はい、いただきます。はい、どうぞ。一気に飲むやん、一気に飲むやん。あんまり味わうと分かんないけど、うん、これはちょっとごめんなさい。早いですね。はいはいはい、かな、うん、いや、いけや、それ。いけや。余裕ですね。迷ってるんだけど。あれ迷ってるんだけど。ちょっと分かんなくなった。あ、でもそうそうそう。うん。うん。半絞り。うん。じゃあ5番かな。いきます。はい。てらっしゃい。てらっしゃい。あん、なんかいつもの味な気がする。うん、これかな。おお、なるほどなるほど。じゃあ2番いきます。はい、よし。おほおっとちょっと一回これ置いとくいて、居酒屋人気レモンサワー、待ってね、あ、飲まなきゃいけない、これ一気で飲まなきゃ急にルールうん、いいの、いいね、これ。美味しい。 CM 来る、 CM 待ってます。で、まあこれですね。4番。嘘、え、もう並び替えていい？ちょっと分かんなくなりそう。あら、いいんですか？動かしたぞ。1,3,5って飲んだよね、うちね。いや、わかんない。それすら教えてくれない。え、待って、やばいやばい。え、全然、ちょっと待って。これはこれだわ、多分。いつも飲んでるやつ？うん。でも、5番もいつも飲んでるやつって言いました。なるほどね。でも、2番もいつも飲んでるやつって言ってました。そうなのよ。そこからもう分かんなくなっちゃった。これはね、うちら二人とも、あれされたやつだもんね。あー、やっぱこれだね。やっぱこれだね。あ、はい、はい、もう分かんない。ということで、はい、ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。まず、はい、3番から。こちらはあとレモン棒ですね。はい、こちらは正解です。イエイ。続きまして、第4番。そう、あ、4番、あ、はい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 、もう、あ、うん、ね、うん、こちらは正解です。あ、やったやった。最初間違えたけど、いや、あ、ね、続きまして、じゃあ1番。あ、これはもう本絞り正解です。あ、やばい。どう、3本正解。やった。そして、さあ、そして無念を果たせるかどうか、我らの、お願いします。続編になっちゃう。続編になっちゃう。5番、はい、こちらが居酒屋で超人気、はい、朝日を選びました。はい、正解は、はい、一番人気レモンサワーと正解です。あ、イエーイ、やった、やった、やった。2番が正解です。すごい、レモン正解。やった、やった、イエーイ、ありがとう。さすがです。もうこれであのレモンサワーの CM をいただけます。おめでとうございます。いただきます。おめでとうございます。普通に酔ってる。今日は、みんなでキキレモンサワーをやってみたんですけど、まあ見事にね、うちらも、ね、何、屈辱を無念を晴らしてくれたアッキーに拍手を送りたいと思います。おめでとうございます。
さんもぜひコメントでおめでとうって言ってください。お願いします。スーパーとかコンビニとかいっぱい種類あるんで、ぜひ皆さんも飲み比べやってみてください、うん、あ、秋のおすすめはあこちらですら、でみちゃんのおすすめはこちら、はい、こ私のおすすめはこちらで無添加なんで、はい、無添加なんでこれも無糖なんで、こちらこだわりなのよ。酔っ払ったよ絶対。ということでね、またね、うちらお酒みんな好きなんで、こういう企画もやっていきたいと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。乾杯。乾杯。はい、ということで動画は終わったんですけど、ここで1個告知をさせてください。実はですね、11月の7日に FFC さん主催でフリーマーケットをするんですけど、それに出店させてもらうことになりました。イエーイ。イベントになります。はい、それで動画を回したりもするので、もう本当にお客店ズでの参加ってことになります。まあメインはなんか服とか靴をみんなでフリマで出そうかなって思ってるので、うん、よかったら東京原宿で、まあ、詳細は概要欄に載せておきます。よかったら遊びに来てください。はい、ということで3人で待ってます。待ってます。イエイ。